レッドスター OS は朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮コンピューターセンターによって開発されたフェドラをベースとしたリナックスディストリビューションである。2006年朝鮮民主主義人民共和国の国家プロジェクトとして OS 開発が進められていることが朝鮮新報の報道で明らかになった。2010年頃にロシア人留学生が バージョン2.0のメディアを持ち出して、インターネット上の P2P に流出させたことがある。バージョン2.0のディストリビューションは、CD-ROM2 枚組で構成されており、1枚目には、インストーラーとコアパッケージ、2枚目には、追加アプリケーションが収録されている。パッケージ管理には、RPM 形式が採用されている。インストーラーは挑戦好のみとなっている。 Windows とのデュアルブートがサポートされている。バージョン2.0は Windows を意識して作られており、付属のアプリケーションも Windows 標準のものと似せて作られている。カレンダーには主体歴が使用されている。また、起動音にアリラインが用いられている。マニュアルは設置指導書と書かれた15ページのインストール手順書が添付されているだけである。はじめに、 の冒頭には、偉大なる指導者、金正日同士は次の通り指導されました。プログラムを開発する上での基本は、我が国独自の OS を開発することである。と記述されている。2013年にリリースされた、バージョン3.0ではデスクトップが、マコス X 風に刷新された。ステッピーが、レッドスター2.0を実際に入手して詳細な、 分析を加えた上で、同オペレーティングシステムは Linux をベースにしているものの、Microsoft の古いバージョンのオペレーティングシステムの影響を大きく受けており、機能面では10年程度は時代遅れであると判断した。北朝鮮独自の検索エンジンを搭載した Firefox ベースのブラウザで、北朝鮮国内のイントラネットに限り閲覧することができる。 パッケージのアップデートも北朝鮮国内のサーバに接続する必要があり、国外の一般的なやムリポジトリサーバを指定してもアップデートを行うことはできない。バージョン2.0の動作にはが必要。ありがとうございます。